アレクサンドロス・ロマンス、またはアレクサンダー・ロマンスは古代マケドニアのアレクサンドロス・大王の生涯を素材として多くの空想を交えユーラシア大陸各地で語り継がれた伝説群の総称。電気的な内容のものが多く分布地域は地中海地域と西アジアを中心にインドや中国やエチオピアにまで及ぶ。アレクサンドロス・大王の生涯と東方遠征は 王の生前から伝説化され始めていた。しかし後世に長く語り継がれるアレクサンドロスロマンスの成立は3世紀頃にエジプトのアレクサンドリアで書かれたとされるアレクサンドロス大王物語の登場を活気とする。この物語の中でアレクサンドロスはエジプトの王子とされ世界の果てを求めてあらゆる国々を彷徨った末に裏切りによって殺されたことになっている。 中世ヨーロッパにはアレクサンドロス大王に関係する説話が数多く存在しており、トマス・マロリーのアーサー・オーの死・キャクストン版の編者ウィリアム・キャクストンによる序文ではアーサー・オーやシャルル・マーニュといった伝説化された君主と共に9人の過去の偉大な最上の人物の一人として挙げられている。生物が実るもの勇気に立ったイスカンダル。 フェルドースイーのシャーナーメよりアレクサンドロスは東方世界ではイスカンダル双角王として知られている。双角王という通称は彼の額に2本の角が生えていたとの伝承に基づくもので、生前のアレクサンドロスが角のある兜を愛用していたという伝承に加え、古代オリエントにおけるお牛神信仰の影響があると考えられている。ゾロアスター教の伝承によれば、 アケメネス朝時代にはすでに聖典アベスターが存在していたが、それらはすべてアレクサンドロスによって噴射されたとされる。そのため、前イスラーム期のペルシアでは、アレクサンドロスはもっぱら悪しき侵略者としてのみ、伝えられていた。しかしこの状況は中世に入るとともに次第に変化を始める。まず6世紀以前に、無名アルメニア人の手によってギリシア語の アレクサンドロスロマンスが中世ペルシア語に翻訳され、それがさらにシリア語に訳されてオリエント各地へ伝わっていった。また、中東各地に存在したユダヤ教徒やキリスト教徒の間でも独自のアレクサンドロス伝承が語られていた。さらに7世紀に起こったイスラームが地中海世界におけるアレクサンドロスの伝承をイランに持ち込んでからは、 アレクサンドロスのイメージは前期英雄としてのものに変質し始める。なおイスラームの聖典、クルアーンの中にもズーアルカル、ズルカルナインという人物が登場するが、これはアレクサンドロス大王がモデルであるというのがほぼ定説になっている。日本核についての物語は分量としてはごくわずかであるが、彼は世界の果ての探求者であり、 アンダーの言葉を聞くことができるものとして描かれている。11世紀イランの詩人、フェルドースイーは、サーサン朝末期に編纂された、歴史書、フワダー・イナー・マグニハンを取る、イランの伝説上の英雄たちの興行を描いた、一大女子詩、シャー・ナーメの中に、アレクサンドロスを登場させた。物語の中でアレクサンドロスは、伝説的なカイアーニー・朝の最後の王で、 ダレイオス三世の弟ということになっている。シャーナーメの中のアレクサンドロスにはなお暴君的な色彩が残るが、12世紀アゼルバイジャンの詩人、ニサーミーがペルシア語女子詩の5つの連作、ハムセの一編として、アレクサンドロスの生涯を主題とするイスカンダルナーメを表したことにより、意外な悲劇的英雄としてのアレクサンドロス像が確立した。 ビールーニーなど一部の学者は、アレクサンドロスの西アジアでの伝承と西方の、ギリシア語文献での伝承との甚だしい相違については困惑しているが、結局西アジア現地での伝承の方を真実に近いと判断したため、イランの帝王イスカンダルズルカルナインという認識は定着してしまった。アラビア語、ペルシア語の歴史書では、イスカンダルの首相については、 イランのカイアーニ王朝の帝王、ダーラーブとユーナーン・ライシルームの帝王フィルフースの王女との間に生まれたということになっている。王女を疎ましく思ったダーラーブは王女を実家のルーム地方に返し、そこで祖父のフィルフースのもで誕生、成長。やがてイランの帝王になった兄弟のダーラーと争い、これを討伐し、イスカンダルは両地域に君臨して、ルームとイランの帝王である征服者。 イスカンダル・ズルカルナインとなったと認識されるようになった。この種の征服者、イスカンダル・ズルカルナイン像は14世紀のイルハン朝で、シャーナーメやイスカンダル・ナーメなどのニザーミーの五部作の刺し絵付き写本が大量に作成されたことで、中央アジア、イラン、アナトリアの各地で、トュルク・モンゴル系の王公たちにも広く愛読され、君主の規範の一つとされるようになった。 東南アジアのマレー年代記には、アレクサンドロスとインドの王女の子孫である、ラジャスランという人物が登場し、中国まで兵を進めたとされる。インドの軍神スカンダの名が、アレクサンドロスのアラビアペルシア語名、イスカンダルに由来するという説も唱えられている。また、インドの賢明な老王がアレクサンドロスと交わしたという、哲学的対話や、インドの王たちが、 アレクサンドロスの陣営に毒遣いの娼婦を送り込んで王を暗殺したなどという伝記物語も存在する。しかし、アレクサンドロスと同時代のインドの文献には彼の名が全く見られないので、これらはすべて後世に作られた物語と考えられる。なお、インドのアレクサンドロスをめぐる物語としては、マウリア朝の建国者チャンドラグプタが、 青年時代にアレクサンドロスと出会ったという逸話も伝えられる。これは同時代の確実な文献が存在しないため全く証明不可能であるが状況的には可能なストーリーである。すなわちチャンドラグプタはアレクサンドロスの帰還直後に西北インドで拒兵した。したがって上記の諸伝説に比べれば比較的信憑性が高い。中国の北西書には 北西の創始者である文宣帝が少年の頃父の交換から複雑に絡まった糸を解くように命じられて剣で切ったという逸話がある。これはアレクサンドロス大王の有名な逸話ゴルディアスの結び目の肝骨だったいと考えられる。南宋の先週始白氏であった長女活が表した書士ゲル氏にはもち近く里の厚根他国の即図にによる大統が記述されている。 厚ツ他国、も近く里の、俗なり。総伝個人偉人即図に、お品買い立て応答、下の道ため両や、先決人秘そか、一、穴倉両職、一長機会、投稿二百条、かつ四場一しくじ状、いり三分の二、東身会王位、欠挙党英防補化国平身、乗り、挙国挙党異挙的、上下下姿二番人、井森しかも外出戦。 その頂上右京極大、他国ある遊兵線審判、京崎寺市見、あずそない修行の計。近年ため外国人と通した。中約創社数年、一振りの、骨ついたち独瓶、十日鏡法改中時座書しげるし牧上り百役。北人師書牧四マ,マイナスウィッキソース。踏みの部定期以上は、金沢義樹、井本英一、岡本健一。 15図説世界に見るアレクサンダーの痕跡。アレキサンダー大王99の謎。99の謎。サンポージャーナル。ピアニッシモ49。長女かつ。ショシゲルシ。カンウエ、ウィキソース。ありがとうございます。